リトアニアソビエト社会主義共和国とは、1918年から翌年にかけてリトアニアに短期間存在した暫定国家である。1918年12月8日に、ビンツァス・ミツケビチュス・カプスカス率いる暫定革命政府によって独立が宣言され、1919年2月27日に、白ロシア社会主義ソビエト共和国と合併し、リトアニアイコール白。 ロシアソビエト社会主義共和国を形成したことで消滅した。外向きにはリトアニア人自らによる社会主義革命の産物であるかのような体裁が取られていたが、その実態はリトアニアソビエト戦争を正当化するためのソビエトロシアの傀来政権に過ぎなかった。一方でソ連の公的プロパガンダによって立つ歴史家によればソビエトロシア政府が この若きリトアニアソビエト共和国を承認したという事実は米英の帝国主義者が宣伝するソビエトロシアがバルト諸国に対する強欲を抱いているというデマを打ち砕くものであるとされている。1918年11月11日、ドイツ帝国の敗北により第一次世界大戦は終結し、ドイツ軍は東部占領地域から撤退を始めた。 二日後の11月13日、ボリシェビキ政府はリトアニアの独立を保障していたブレストリトフスク条約を破棄。赤軍はプロレタリアによる世界革命を達成するために諸民族の独立運動をソビエトのものにとって変えることを目論み、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ウクライナなどの西方へ進攻を開始した。その軍は撤退するドイツ軍を追いかける形で続き、 12月末までにリトアニアに達した。リトアニアにおける共産主義運動は1918年の晩下までは下火だった。リトアニア共産党が設立されたのは同年の10月1日から3日にかけてビリニュースで34の代表により開催されたその第1回の会議でのことである。初代委員長にはプラナス・エイズケビチュスが選出され、LKP は ボリシェビキの路線に従って、リトアニアで社会主義革命を起こすことを決定した。この計画は、モスクワから先導と融資を受けており、アドリフ・ヨフヘとドミトリー・マヌイリスキーによって指導されていた。12月8日、LKP 幹部のビンツァス・ミツケビチュス・カプスカスが指導者となり、暫定革命政府が発足した。ソ連からの情報によれば暫定政府は、 ビリニュースで発足したとされているが、今日の歴史家はむしろ赤軍に突き従う形で、発足した可能性が高いと考えている。政府は12月16日付で独立宣言書を発行し、ここにリトアニアソビエット社会主義共和国が成立した。宣言書が最初に公表されたのは12月19日のイズベスチア市場でのことで、ついでラジオでも放送された。 ビリニュースでそれが発表されたのはさらに5日経ってからのことである。ミツケビチュスカプスカスが起草した宣言文の草案ではソビエトロシアとの緊密な関係の必要性が強調されソビエトリトアニアロシアソビエト連邦社会主義共和国万歳との文言で締めくくられている。ミツケビチュスカプスカスは長らく社会愛国主義、分離主義、 リトアニア独立運動などに反対する活動を行っていたため、独立したソビエト共和国が成立することを望まなかった。むしろ、ルクセンブルク主義者であった。彼は民族自決を否定していた。リトアニアソビエト社会主義共和国は、ロシアソビエト連邦社会主義共和国から援助を求め、ロシアソビエトは12月22日に、リトアニアソビエトの独立を正式に承認した。 同日、赤軍は、リトアニアソビエト国境のザラサイトシュベンチョニースを、引き継いだ。その後の暫定政府は、自らの存在を宣伝しようとせず、ほぼ解散状態となった。また、初期のリトアニア軍は、赤軍の進行を抑えきれず、1919年1月5日に、ビリニウスは陥落し、2月末までに、リトアニア領はおよそ3分の2まで縮小した。 ロシアにおいて一般にソビエト体制を支えていたのは工業労働者階級だったが、リトアニアではこの階級は脆弱だった。このため、新生リトアニアソビエトはロシアに頼ることを余儀なくされ、ロシアソビエトは1月21日に暫定政府に対し100万ルーブルの融資を認めた。リトアニアソビエトは独自の軍を持たなかった。2月のモスクワへの電報において、 ミツケビチュスカプスカスは、地元のリトアニア人を赤軍へ徴兵することは、逆に彼らが、リトアニア軍へ志願することを煽る結果しかもたらさない、と主張している。一方で赤軍の占領下ではロシアをモデルに、革命的な委員会や、評議会が設置されたりもした。赤軍は、占領地域において莫大な戦費の供出を要求し、例えばパネベジースでは100万。 ウテナでは20万ルーブルに加え住人一人一人に10ルーブルずつが要求された。商業施設や大土地は国有化されたが、それらは小農家に分配されるより、むしろ集団農場に割り当てられた。1月には法令によって、すべての住人に週250ルーブル以上を支払うために、金融機関を停止することが定められ、財政難と現金の不足が明らかになった。 カトリックとナショナリズムの根強いリトアニアにおいてソビエトの標榜する国際主義と無神論が住人に受け入れられることはなくこれは最終的に赤軍の撤退に貢献した2月8日から15日にかけてリトアニアとドイツの義勇軍は赤軍の進攻を食い止め臨時首都であったカウナスの陥落を防いだ2月末ドイツ義勇軍は リトアニア北部とラトビアで攻勢に転じた。軍事的混乱と地元民からの反発に直面したソビエトは脆弱なリトアニアソビエトと白ロ,ロシアソビエト社会主義共和国を合併し、ミツケビチュスカプスカスの主導するリトアニアイコール白ロ,ロシアソビエト社会主義共和国を形成することを決めた。それぞれの共産党もまたリトアニアイコール白ロ,ロシア共産党に吸収された。 しかし、この新たな国家は影響力に乏しかった。ポーランドソビエト戦争中には1919 19年4月にビリニュスを9月にミンスクをポーランド軍に奪われ、リトベル共和国もまた崩壊した。ポーランドソビエト戦争中の1920年7月14日、赤軍はビリニュスを奪回した。しかしソビエトは2日前に、 ソビエト・リトアニア講和条約で取り決められた都市の返還を行わず、それどころか逆にリトアニア政府を転覆させ、白、ロシア・ソビエト社会主義共和国で行ったのと同じやり方でソビエト共和国を再建させることを企てた。だが赤軍はワルシャワの戦いで敗北し、ポーランド軍により押し戻された。このポーランドの勝利こそがリトアニアの独立を ソビエトのクーデターから守ったと考える歴史家もいる。戦艦機のリトアニア・ソビエト関係は概ね良好だった。しかし、第二次世界大戦勃発から数ヶ月した1940年7月、ソ連はリトアニアを含むバルト諸国を占領した。これは公的なソ連のプロパガンダによって革命的大衆によるソビエト権力の回復であると説明された。 ミつけびちゅすカプスカス。ありがとうございます。